LINE は2011年4月に本格的に開発が開始されました当時はスマートフォンの人気が出始めている頃ですスマートフォン用アプリケーションの開発も活発になり始めた頃でしたのでまだ開発環境が整っているとは言えない状況だったと思います私たち LINE Android アプリ開発担当者も Android アプリの開発を始めたばかりで経験豊富とは言えない状況でした その上 LINE を一から作成するのですから比較的作業量も多く相当な時間がかかることが想像できると思いますしかしその状況下でも開発開始から約1か月半で LINE がリリースされています今思い出してもよくリリースできたなぁと感じていますここで1か月半でリリースできた秘訣のようなものを紹介できればよかったのですが 残念ながらそういった秘訣はありません当時は初めての体験も多く試行錯誤の繰り返しでした何度も問題にぶつかり残業して解決ということも何度かありました当時は本当に大変だったのですがその中でも私の中で印象に強く残っている苦労したことというのを一つ紹介したいと思いますそれはデザインの適用です 開発が開始された当時は、最小構成のメンバーで開発を進行していました。デザイナーの数も多くはありませんでした。さらに、当時はウェブデザインが主,主,な業務主な業務であったこともあって、Android、iPhone アプリのデザイン経験も少なかったと思います。この状況で Android、iPhone のどち,らもどちらのデザイン作業もするには時間が足りないということもあり、 iPhone のデザインガイドをそのまま Android に適用するということになりましたそうして当時は iPhone に向けて作成されたデザインをそのまま Android に適用したのですがこれが結構大変でした iPhone に比べて Android は画面解像度や画面サイズの種類が多いです iPhone では問題なく適用できた画像も Android の低解像度の端末だと 画像のサイズが大きすぎて適用できないことがよくありましたこの場合は開発者が画像を小さくリサイズしていました画像を意図した通りに拡大する Android の仕組みである9パッチの作成も開発者の仕事でした開発側で画像を加工しつつも画面を作成しデザイナーのレビューを受けるのですが 開発側の加工によってデザイナーの意図したものにはなっていなくやり直しということも多かったですさらに修正するためにはデザイナーの意図を理解し,理解しなければいけないため多くのコミュニケーションが必要となってしまいます結局は時間短縮のつもりだったのに多くの時間を使ってしまうことになってしまいましたこのようにして苦労をしつつ適応したデザインなのですが iPhone 用に作成されたデザインのため、Android 利用者にとっては違和感のある UI になっていたのではないかと思っています。今お見せしている画面が当時の画面です。左が Android なのですが、友達、トークなどを切り替えるボタンが上ではなく下にあるなど、Android を使っている人であれば違和感を感じる人もいるのではないかと思っています。 当時は iPhone のデザインを Android に適用しようとして苦労していたことを紹介しましたでは現在はどうなっているのかということを紹介したいと思います大変だったので同じ思いをしたくないという考えはみんな一緒で改善するために開発とデザイナー間で協議を進めてきました 以前は Google が公開しているデザインガイドラインを開発者が確認してそれをデザイナーに伝えるということをしていたのですが今ではデザイナーがデザインガイドラインを確認しアンドロイドに適したデザインをしてくれますもちろん画面サイズ画面解像度も考慮したデザインをしてくれますし l インパッチの作成もデザイナーの担当です今お見せしている画面は現在の LINE の画面です 昔の画面と比べると画面切り替えのボタンが下から上に移動されているなどアンドロイドらしくなっていると思います2014年の Google.io でマテリアルデザインが発表され LINE もマテリアルデザインの適用を進めていますがマテリアルデザインの進行もデザイナーが主導で進行していますもちろんデザインだけでは進行できない部分もあるため開発デザイナー間での協議も必要ですが お互いがデザインガイドをある程度確認した上で協議をしているため、コミュニケーションはスムーズにできているのではないかと思っています。このように、現在はデザインに多くの時間を費やすことなく、開発に集中できてできるようになったのではないかと思っています。デザインについての話はここまでにして、ラインの歴史に戻りたいと思います。 2011年6月についに LINE がリリースされますリリース後順調にダウンロード数が増えていきました4か月後には約400万ダウンロードを達成しその2か月後にはさらに2倍以上にもなりその後も順調な勢いでダウンロード数が伸びています周りでも LINE の利用者を徐々に見かけるようになり 通勤電車内で LINE を利用している人を見たよなどと報告し合い喜んだりしていました私自身も自分が開発に関わったサービスがすごい勢いで伸びていくのは嬉しかったですしかし喜んでばかりもいられない事態が起きました利用者が急激に増えたことによってクラッシュレポートの件数も急激に増えていったからです 当時の私たちは Google プレイのディベロッパーコンソールを利用してクラッシュ対応をしていましたディベロッパーコンソールを利用することでクラッシュ対応は十分可能だと思うのですが多くの問題を解決していくにつれもっと便利に利用したいという要求が生まれてきましたその要求というのがここにある4つですまず1つ目ですが ア,ンドロイドアプリはリバースエンジニアリングによって簡単にソースコードの内容を理解できないように難読化を行っています難読化をしているのですから当然クラッシュレポートの内容も難読化されてしまいますこのままでは簡単に何の問題であるかを理解できません理解するためには難読化されたスタックトレースを元に戻す作業が必要ですこの作業は非常に面倒な作業だったので自動的に難読化を元に戻したいという要求がありました 2つ目はもう少し複雑な検索をしたくなったということです。Google Play のディベロッパーコンソールではエラーメッセージの一部で検索したり、クラスの名前で検索することができませんでした。例えば、1つのクラスでクラッシュすることが分かったとします。そのクラスがいろいろな場所で利用されている汎用的なクラスの場合、利用されているそれぞれの場所でクラッシュする可能性があると思います。つまり、 そのククララスがが原因とととなっていいるるッシュレポートが複数あるということです同じ原因ですのでその問題を解決したらクラッシュレポートを非表示にしたいと思う,思うのですが検索ができなかったため同じ原因のクラッシュレポートを探し出すことが困難でした3つ目です私たちはタスク管理のためクラッシュレポートで報告された問題も バグトラッキングシステムに登録して管理していました GooglePlay のディベロッパーコンソールから社内で利用しているバグトラッキングシステムにスタックトレースをコピーしてイシューを登録していたのですがこれが少し面倒でしたそして問題を解決した後の作業も少し手間がかかっていましたバグトラッキングシステム上でイシューをクローズし Google プレイのディベロッパーコンソール上でもクラッシュレポートを非表示にするという2つの作業がありこの作業を簡略化したいという要求がありました4つ目です私にとってはこの4つ目の問題が一番重要だと思っていますさまざまな種類がある Android 端末で全てのクラッシュ原因を完全に把握するのは難しいと思いますスタックトレースがあるためどこで発生したのか どんな問題が発生したのかなどは分かるのですがなぜそのような状況になったのかを理解できない場合もあると思いますこのような原因不明な問題が起きたとしてもアプリが強制,してし強制終了してしまうことは問題ですので放置するわけにはいきません問題の内容にもよるとは思うのですがなるべくクラッシュは起きないようにするべきではないかと思っています よって根本的な解決にはなっていないのですがクラッシュすることだけを回避するような対策をとっていましたこうすることによって強制終了は回避できるのですがその問題は報告されなくなってしまいますので発生原因はいつまでたってもわからなくなってしまいますこれを解決するためにもクラッシュしなくても任意の場所でレポートする仕組みが必要でした 当時は Google プレイのディベロッパーコンソールを利用してクラッシュ対応をしてきたのですがもう少し楽に対応したいという要求があったことを紹介してきましたここで現在のクラッシュレポート対応はどうなっているのかということを紹介したいと思います現在は Google プレイのディベロッパーコンソールではなく独自のクラッシュレポーティングシステムを利用しています このクラッシュレポーティングシステムは先ほど説明した4つの要求はすべて満たされていますクライアント側ではクラッシュレポーティングシステムから提供された SDK を適用していますこの SDK ではもちろんクラッシュしたときにレポートをしますし開発者が決定した任意の場所でもレポートすることが可能になっていますこの任意の場所でレポートするということで 原因不明だった問題の解析にも役立っています。クライアントからレポートされた情報はクラッシュレポーティングシステムに蓄積され,蓄蓄積されていくのですがあらかじめ開発者が登録しておいた難読化を元に戻すファイルを使って難読化を元に戻してから保存しています。ここで自動的に難読化を解除してしまを解除してくれるため 何,何度かを手動で元に戻す手間が省かれていますさらにクラッシュ内容からワンクリックでバグトラッキングシステムにイシューを登録することも可能になっていますこれが現在使っているクラッシュレポーティングシステムの画面ですリリースした後にこの画面を使ってモニタリングをしています エクセプションの名前やクラス、メソッドの名前などで検索することができ、検索結果をグラフで表示しています。このシステムを使ってリリース後、クラッシュ状況のモニタリングを開始します。具体的には、この画面にあるようなグラフを見てリリースしたバージョンのクラッシュ件数が増えていないかということを確認しています。もし新しいバージョンをリリースしたことによってクラッシュ件数が増えているのであれば、 どのクラッシュがどういった端末や国で発生しているのかを様々な検索条件を利用して調査しますそしてクラッシュ原因が明確になったらワンクリックでバグトラッキングシステムに異シを登録し修正を進めるといった運用をしています以前と比べるとかなり便利になりましたし開発者の手間も減っていると思っています 現在のクラッシュレポートの話はここまでにして過去の話に戻りたいと思います2012年ですこの年は LINE にさまざまな機能が追加され LINE が機能的に進化した年だったと思っていますこれらはリリースから2012年の12月頃までにリリースされた主な機能ですここにある通り本当に多くの機能が追加されています しかも各機能が小さな機能ではなくそれぞれ単独なアプリにしても良いくらい一つ一つが大きな機能でした順調に登録者が増えている波に乗りたいということもありこれらの機能を短期間にリリースする必要がありました短期間でリリースするために私たちは悩みました当時の開発メンバーだけでは対応できるような量ではなかったからです メンバーが足りないのでメンバーを増やす必要があったのですが一人で30日かかる作業を30人,で30人でやっても1日で終わらないように単純にメンバーを追加するだけでは対応できませんここでは多くの機能を素早く開発するために私たちが取った方法というのを紹介したいと思います私たちは開発企画 デザイン間で協議ししながら進行をしています例えば開発中に仕様で定義されていない細かい部分が発見された場合開発企画デザイン間ですぐに協議を始め仕様を決定していましたそしてすぐさま開発が再開できるようにしていましたもしここにたくさんのメンバーが追加されるとこのように多くのコミュニケーションが発生してしまいます さらに新しく参加したメンバーはチーム内のルールや利用しているツールや用語などの覚えるための準備期間が必要だと思いますこのままでは今すぐにそして素早く開発を進行するのは難しい状況だと思いますそこで各機能ごとにチームを分けて進行する方法をとりました このことでコミュニケーションはチーム内で完結するので不必要なコミュニケーションが減り素早い進行が可能になると思いますしかし同じアプリを開発しているのですから全く関係がないわけではありません同じアプリを開発しているのですから少なくともソースコードは同じものを利用することになりますもしソースコードを一箇所で管理すると ソースコードの管理ルールを統一したり他チームの修正の影響で問題が発生するなど開発者間のコミュニケーションが増えてしまいます本当に素早く開発したかった私たちはこのコミュニケーションすらもなくしたいと考えましたそこで Git のサブモジュールを利用してソースコードリポジトリすらも分離しました メインリポジトリから機能別にサブモジュールを作成し各チームはサブモジュールにを管理することでコミュニケーションを必要最低限に抑えましたもちろん共通で利用したいクラスなどもあるため完全に分離することはできません共通なコードはさらに共通用のサブモジュールを作成し共通サブモジュールで管理することになりました このことでリリースのときと共通サブモジュールの変更のときにだけコミュニケーションを取ればいいので素早い進行が可能になったと思います当時は素早く作業を進行するためにチームを分離して作業を進めてきたことを紹介しましたでは現在はどうなっているのかということを紹介したいと思います 先ほど紹介したチームを分ける方法でしばらくの間進行してきたのですが素早く進行できた反面問題がありましたチームを分離しそれぞれのチームで開発されたため同じようなクラスが作成されてしまったりチーム間の知識が共有されないといった問題がありましたそもそもチームを分離して進行した理由は多くの機能を素早くリリースするためです 現在も機能追加や改善が日々行われてはいますがこの当時と比べるとそこまで急ぐ必要はなく急いで開発するよりも品質の方が重要だと思いますそこで分離されていたチームを統合することになりました基本的には企画デザイン開発という分け,が分け方なのですが 新しい機能を開発するときに機能別に小さなチームができその小さなチーム内で開発を進めています開発が完了すればその小さなチームは解散になり元に戻るので各メンバーは同じチームで LINE Android アプリケーションを開発しているんだという意識を持って活動できていると思っています 業務の進行方法についてはここまでにして LINE の歴史に戻りたいと思います2013年です2012年にさまざまな機能が追加されリリースされてから1年半が経ちました2013年もさまざまな機能追加や改善が行われてきましたこの中に今の仕組みに大きく関わってくる修正があります それは通信方法の改善です。実は通信方法の改善は2012年から行ってきているのですが2013年で説明させていただきたいと思っています。これまでに多くの機能を追加してきたことによって接続するサーバーの数も増えていきました。例えばメッセージの送受信機能を提供するサーバー 公式アカウントの情報を提供するサーバースタンプ情報を提供するサーバータイムラインやマイホームの情報を提供するサーバーなど本当にさまざまなサーバーがありますこれがそれぞれ別のサーバーですのでそれぞれのサーバーに対してコネクションを作る必要がありましたメッセージ送受信を行うサーバーなど よく利用するサーバーに対しては可能な限り一度生成したコネクションを維持して再利用するといった工夫はしていたのですが利用頻度が低いサーバーに対してはその都度コネクションを生成していましたコネクションを作成する時間もかかりますし同時に複数のコネクションを持っていたためあまり効率が良いとは言えませんでした そこでクライアントとサーバーの間にゲートウェイサーバーを設置することになりましたクライアントからはサーバー A やサーバー B といったどのサーバーにリクエストするのかという情報をゲートウェイサーバーに伝えることによりゲートウェイサーバーが適切なサーバーへリクエストを送信してくれるようになっていますこれでゲートウェイサーバーへのコネクションを一つだけ維持しておけばよくなりました一つのコネクションを再利用するので コネクションを作成する時間がなくなり素早くリクエストを送信できるようになりましたしメモリやバッテリー消費量の節約にもなっていますコネクションが一つになったことで様々なサーバーへのリクエストを一つのコネクションで送信することになったのですが単純にコネクションを一つにしただけではありませんこの部分についてもう少し詳しく説明します 改善する前は HTTP を利用して通信をしていました HTTP の場合リクエストを送信してそのリクエストのレスポンスを受信するまで次のリクエストを送信することができません今までは複数のコネクションで送っていたリクエストを1つのコネクションで送るようになりましたので1つのコネクションで処理しなければいけないリクエストの数が増えています一つ一つのレスポンスを待っていてはかなり遅くなってしまいます では、レスポンスを待たなければいけないことが問題ですので、レスポンスを待たずにリクエストを送信できれば問題はないはずです。http1.1 の http パイプライン機能を利用すれば、この図のようにレスポンスを待たずにリクエストを送ることができます。しかし、http パイプラインを利用しても問題がありました。例えば、この図の2番目のリクエストに対する処理が時間のかかる処理だった場合、 このように2番目の処理が遅ければ3番目も遅くなってしまいますこれは http1.1 の使用上リクエストの順序とレスポンスの順序を合わせなければいけないからですこの図の2番目のリクエストのように時間のかかる処理がなければ問題にはならないのですがさまざまなサーバーへのリクエストを送信しているので時間のかかる処理がないとは限りません そして一つでも時間のかかる処理が含まれてしまいますとそれ以降のリクエストにそれ以降のリクエストのすべてに影響を与えてしまいますのでこの方法ではなく他の方法を検討する必要がありましたそこでスピーディーを適用することになりましたスピーディーならリクエストの順序とレスポンスの順序を合わせることなく通信ができるので この図のようにたとえ2番目の処理が遅かったとしても2番目のレスポンスを待たずに3番のレスポンスを受け取ることができますコネクションを一つにまとめそしてスピーディーを適用したことでだいぶ通信速度が速くなったと思います特に利用頻度の低かった API に関してはその都度コネクションを生成してからリクエストをしていたため目視確認で分かるほど 速さを感じるような場合もありました通信方法の改善についてはここまでにしてまた LINE の歴史に戻りたいと思います次は2014年のお話です2014年もさまざまな機能を追加してきました中でも2014年だけというわけではないのですが 各国の状況やさまざまな端末に対する最適化に力を入れた年だったと思います特に Android 端末は本当に多くの種類があります今までより多くの端末で快適に動作できるようにさまざまな対応を行ってきましたここではさまざまな端末に対して行ってきた対応の中からいくつかを紹介したいと思います まずは特殊な端末にに対する最適化についいて紹介したいと思います特殊な端末といってもいろいろあると思います普通のアンドロイド端末なのに画面サイズが腕時計サイズくらいの端末や見た目が iPhone のようになっていてバックボタンがない端末など驚かされるような特殊な端末もいくつかあると思います特殊すぎるため対応を諦めているものもありますが なるべく対応を行うようにしてきました。さまざまな対応をしてきたのですが、その中の一つを紹介したいと思います。そのこれから紹介する特殊な端末というのが、Google Play サービスが利用できない端末です。どういった端末で Google Play サービスが利用できないのかというと、身近なものでは高齢者や子供向けの楽楽本など。 メーカーでで独自のカカスタマイズを行っている端末です。他にもメーカー側のカスタマイズによって Google Play サービスが利用できない端末はあるのではないかと思いますでは Google Play サービスが利用できないとどういった問題が発生するのかですが位置情報が取得できなかったり Google マップが利用できなかったりあと Go が Google が提供しているプッシュサービスの GCM が利用できないという問題がありますこの中でも LINE にとって GCM を利用できないことが大きな問題でした即座に通知が来ないのはメッセンジャーアプリにとって致命的な問題ですこれに対して私たちが行っている対策を紹介したいと思います 先に結論を一言で言ってしまうと自社で開発したプッシュサービスを利用していますしかし自社,自社で作ったプッシュサービスを無条件で利用しているわけではありません状況によって切り替えて利用しています切り替えている仕組みを少しだけ詳しく説明したいと思います LINE を利用中の場合は基本的に ののサーバーバとのコネクションが維持されていますこの場合は LINE のサーバーから新しく受信したメッセージなどを受け取ればよいので基本的には GCM も自社プッシュサービスも利用しませんそして LINE が利用されてなかった時はバッテリー消費を抑えるため LINE のサーバーとのコネクションは基本的には維持しませんその代わりに GCM を使うといった対策を取っています しかし先ほどのような Google プレイサービスが利用できない端末の場合は GCM が利用できないので GCM を利用できないと判断した場合のみ自社のプッシュサービスを利用するようにしています次は低スペック端末に対する最適化について紹介したいと思います Android はある程度 CPU やメモリの性能を落とし その代わり安く販売している端末も多いと思います利用者も多く低スペックだからといって対応を諦めるわけにはいきません私たちも低スペック端末に対してさまざまな対策を行ってきましたその中のいくつかを紹介したいと思いますこの画面は左が友達のリスト画面と 右側がサジェスト機能が動作している画面です。実はこの2つの画面には小さなアニメーションが適用されています。友達リストではサムネイルイメージをサーバーからダウンロードして表示するため、最初はデフォルトのイメージを表示し、バックグラウンドでイメージをダウンロードする場合があります。ダウンロード完了後、イメージを切り替えるのですが、 このの時に、フェーーードイインンアニメメショをを利用して、てゆっくりとイメージを切りとジ切替えています。右側の画面のサジェスト機能ではおすすめのスタンプや絵文字が表示される時にサジェスト領域が下からスライドインのアニメーションを伴って表示されますこういったアニメーションが低スペック端末の場合スムーズに表示されないという問題がありました この場合はラインの挙動が非常に遅く感じてしまいユーザーにストレスを与えてしまうという可能性がありましたそこで CPU の性能を確認し CPU の性能が良くなければアニメーションを利用せずに即座に画面を切り替えるといった対応をしています他にも利用可能なメモリーが少ない端末に対しても対策を行っています トーク画面のスクロールをスムーズにするために最近使ったサムネイル画像やスタンプ、絵文字などの画像をメモリー上にキャッシュしています。このメモリーキャッシュはスクロールをスムーズにするためのもので絶対に必要なものではありません。スクロールをスムーズにしたことによってアウトオブメモリーエラーが発生しアプリが強制終了してしまっては意味がないので利用可能なメモリ量を確認して そのの量量が少ないいい場合はメモリキャッシュの容をを減らすすという対策をとっていますさらにメモリー容量が少ない端末の場合はダウンロードする画像の解像度を低くしてアウト・オブ・メモリー・エラーを防ぐといった対策も行っています続いてバッテリー容量に対しても対策を行っています LINE には定期的にサーバーが持っている情報と同期する処理がいくつかあります例えば Web 上の LINE ストアでスタンプを購入した場合などサーバー側では知っている情報なのですがクライアント側では知らない情報がある場合ですこういった同期処理では比較的多くの通信を行いますし多くの処理を行いますよって少々電池も使ってしまいます もしバッテリーの残量が少ないときにこのような同期処理を行ってしまわないようにバッテリー残量が少なく充電中ではない場合は同期処理を実行しないようにしています以上がさまざまな端末に対する対策の紹介でしたこれまで LINE、Android アプリの歴史を振り返りつつどういった問題が起きてそしてどのような解決をしていったのかを紹介させていただきました 最後に現在の状況とこれからの課題を紹介したいと思います。これまでに紹介してきた通り、私たちは多くの機能を素早く開発してきました。そして現在は開発メンバー22名にあり、ソースコードの量も約43万7000行になりました。そして今現在もこれらは増え続けています。 多くのメンバーで素早くそしてたくさんの機能を開発してきたのですからソースコードも複雑になってしまった部分が多く残っていますこれからはもちろん機能追加や改善は重要ですので行っていきますが同じくらいの重要度を持ってリファクタリングも行っていきたいと思っています以上になりますご清聴ありがとうございました